声明、国家公務員の給与法等改正案に反対する理由、令和新選組、2023年11月14日。令和新選組は、国家公務員の一般職給与法、裁判官報酬法、検察官俸給法、防衛省職員給与法の4法案に、給与の引き上げが不十分であるという理由で反対した。また、総理などの給与を決める特別職給与法案には、引き上げる必要がないとして反対した。私たちは、国民経済の再生のために、今、岸田政権が公的部門の賃上げを主導するべきであり、国家公務員に対しても十分な賃上げが必要だと考える。国家公務員給与の金額は、地方公務員給与に波及し、来年の春闘や、民間給与にも影響を及ぼしていくからだ。今回の法案は人事院勧告に基づき国家公務員給与を少しだけ引き上げるものであるが引き上げがあまりに不十分だった。例えば一般職給与法はたった 0.96% の引き上げとなり物価高騰を踏まえれば実質の賃下げとなる。2022年以降コスト高による悪い物価高が襲いかかり直近の調べとなる2023年9月時点で物価は2020年と比べ 6% を超えて上昇している。それによって18ヶ月連続で民間の実質賃金は下がっている。この物価高を超える賃上げがなされない限りは実質的に賃金は目減りする。つまり暮らしは貧しくなる。民間労働者も公務員もこの国の生産・供給を支える労働者であり、そして消費を支える重要な主体である。岸田総理は、公的部門の賃上げを目標を持って行うべき。内閣人事局も、政府が人事院勧告に必ず従うとの法的な義務はございませんと回答している。政治のリーダーシップで人事院勧告プラスアルファの増額を行うことは可能である。次に特別職給与法案については総理大臣などの特別職は現状経団連とアメリカの顔色をうかがう上級国民がその席に座っていることから所得向上の対象外とし増額改定には反対した。またこの法案に含まれる万博政府代表の給与引き上げについても令和新選組は万博中止を求める立場からも反対した。公務員給与については、身を切る改革や構造改革によって、公務員バッシングのやり玉に上がってきた。しかし、今こそ、正規一般職だけではなく、非常勤職員も含めて、総理の責任で徹底的に底上げし、30年以上続いたコストカット経済からの脱却の第一歩とすべきだ。令和新選組は、一人一人の徹底した所得向上と、それによる日本経済の再生をこれからも求めていく。2023年11月14日、令和新選組。